追っかけてきてますね、ちゃんとね。なんかめちゃくちゃカンカン鳴らしたけど、え、どこ行った、こっち来るでしょ。そしてね、またね、またね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マリモです。デッドバイデイライトサバイバーやっていきたいと思います。で、今回ですね、まあネアになってますね、レベル2で。いやー、他のキャラクターでね、ブラッドポイント貯めて走り回りゃいいんじゃねえのっていう、感じでプレイもできるんですけど、なんでネアになってるかっていうとですね、デイリーリチュアル、ネアカールソン脱出ゲート一回開くということで、これを狙って頑張っていきたいと思います。プラス3万ポイントで、ついでに遺品への経費ということで、今経費って言ったね、経費ということでアイテム1個獲得して脱出していきたいと思います。また協力的な5回合計5回分終了ん完了させるということで、これもね、1回ででもできないかな、さすがに。まあいろいろ頑張ってやっていきたいと思います。ではマッチング開始していきましょう。あ、始まっちゃった。はい、ちょっとボケーっとしてたらね、あのゲームが始まっておりました。さて、とりあえず協力的な行動だから味方を探して一緒にね、発電機回せるのが一番いいのかなと。プラス、フックに釣られてしまったらそのフックから救助するのもまた一つの協力的な行動になるでしょうと。さて、あとはキラーさんがね、一体何でしょうね。あんまりな、驚かされるのちょっと嫌なんだけど、音がしないのが怖いんですよね。まあ、この時点でヒルビリーや、ハンニバルじゃない、カニバルではないのは確かですね。あとは、多分、ハントレスでもないでしょう。やっと、どこだ？今、音がしたけど。待って、置いてかないで。こっち来るかな？いや、向こう行ったな。これはラッキーだ。さあ、上で、やってるようですし、一緒に、やりましょうかね。さあ、でもさっきのね、レース、カンって一回しか鳴らさなかったね。なんだろう、大丈夫かな。大丈夫かなっていうのも変だけど、まあ、ちゃんと敵対してくれてるよね。うん、そこはちょっと心配かな。まあでも追っかけられてるはずなんですけどね。や、うん、この人さっきの人じゃないよね。まあとりあえずいいや、3人でいっぺんに回せてしまえば楽だよね。この真ん中のところというかね、建物の中はやっぱり回しときたいですかね、自分的には。あ、アイテム取ってる、いいな。自分のデイリーのことすっかり忘れてたよ。まあとりあえずそうですね、地下探して地下のねデイリー達成しに行こうかな。そしたら、うん、ここさっき回してたけど、なんかまたこっち来るだろうって思われそうで嫌だな。どこにいる？めちゃくちゃ鳴らしてるけど、なんだろう、キラーさんなのになんかめちゃくちゃ鳴らしたけど大丈夫なのかな、本当に。いやー、でもちょっとビビりましたね、やっぱりね。え、レースだよねって思いながら聞いてたけど。え、なに、どこにいんの、マジでどこにいんの。いや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 、あんた何してらっしゃるのよって思ったらちゃんと追っかけてくるね。追っかけてきてますね、ちゃんとね。なんかめちゃくちゃカンカン鳴らしたけど、え？どこ行った？ん？なんだったの？いや、これバレるからやめとこう。逃げよう、とりあえず。なんかだいぶ今回ってたっぽいんですけどね。お、着いた。いやー、なんだろう、とりあえず。キッパタン。いや、こんだけ音出してバレねえかなとかちょっと思ったけれど。
足跡も残ってるやつね。捕食者もあるからね。なんだろう。このレイスさん一体どんな動きをしてるの。ん、なんだ、カン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 めっちゃ鳴らしてんけどさ。まあでもまだ近くがちょっと逃げれないかな。あ、追っかけられてる一応。あ、こっち来ちゃったよ。ちょっと待って、カラスが怖いんだけど、そろそろ。もう一回かく。いや、もう一回かけても結局カラスのあれは、あんまり遠く行かない。近くにいても、あれか、もう一回、リセットされることないんだっけ？さあ、じゃあ、月行きましょうか。当ても今あったけどね。さて、これ、協力的な行動って、一人でつけてちゃやっぱダメなんですかね。まあ、これ終わったらわかるかな。とりあえず今一回、一緒につけてたので、デイリーの達成率としては、一個は回したことで、うん、なんて言ったのよ。まあ、とりあえず5分の1にはなってますよねっていう。オッケー、グレート。グレートがちょっとあんまり出せなくなってるな。まあ、来るよね。あ、でも回ってきてたよな、さっき。来るのこっちからじゃねえの。あ、こっちから来たよ。さあ。これさあ。とりあえず回してみようかな。これどうするかな。いや怖えわ怖えわ。てか待って、これ襲われんの襲われないのどっち。いいの、開けちゃうよ。めっちゃ怖いわ。ちょっと待って、これ動画残そうかな。何も起きなかったけど動画残そうかな。これえ、本当に何なの。地下行ってチェスト探したいんですけど、いいですかねって思ってんだけど。ダメかな、やっぱり。てか、うん。こっちも時間が悲しいわ、なんか。はい、というわけで、ちょっとこれね、本当に何にも起きなかったんですけど、ちょっと動画にしていいですかね。あ、これ協力的な行動5回になった。やっぱり一人でやっててもいいんですね、そうすると。というわけで、すべて受け取っときましょう。やったね。どうしよう、これ。デイリー達成、ネアでさ、デイリー達成するとこつけたかったんですけどね。つけたかったっていうか、作りたかったんですけどね。これさ、っていう。とりあえず進行度も上がったし。この人あれかな、ランクわざと下げたかったのかな。まあよくわかりませんでした。こういうね、ことあるっていうことで、多分動画の実況では、こういうの上げる人いないんじゃないかなと、思うんで、ゲーム、これをやったことない人、こういうことが起きましたということで、ちょっと、見てください。まあ、とりあえずね、デイリー、達成させていただいちゃいました。あ、今度、クローテッドモレルがありますね。これ、じゃあこっちもやっとこうかな。動画の時間次第では一つにまとめますが、まあこっちがですね、あまりにも時間かかるっていうか普通の試合になれば、そんな素早く終わんなければ、まあ別々にしてですね、簡単に作っていこうかなと思います。ではとりあえず一応ね、こっちの動画最後まで見ていただいてありがとうございました。いろんなキャラクター使っていけるように頑張っていきたいと思います。では、次の動画楽しみに。
皆さん、こんにちは、こんばんは。今回の動画も、見事にね、やらかしました。出だしで、また見てませんでした。というわけで、変な風に切れたところからスタートしておりますが、まあ、始めた直後だったんでね、まだ、なんていうか、まあ、良かったです。とりあえず、ここ、まだまだね、慣れてないんで、ちょっと当たったのは逆に嬉しいかなと。さあ、グレット、ただここね、始まりがちょっと悪い。このトイレね、逃げ道ないんですよね。残念ながら。で、かといって、発電機ついちゃうと、今度そこの扉ガラガラ開いて、うおー、マイケルだ。うわー、マイケルね、今の音楽苦手って人いるけど、自分も最近ちょっと嫌ですね。マイケル戦いってると逃げらんないんだな、なかなか。いやー、怖いなー。どうだろう。とりあえず、自分とこで鳴ってるわけじゃないので、誰かそろそろ追っかけ、あー、もう輝いてるわ。いやー、怖いっすねー。今回の目的は、とりあえず脱出1回と、チェスト1個漁って、アイテム取っていくこと。てか、脱出1回ってなんだ？あー、やられちゃったね。どこだ？どこだ？あれ、見えない。2階？あそこ？違う、これはカメラの移動。あ、地下発見。地下だったらチェストあるでしょ。どこだ？あっちか。あれ、地下のチェスト、あったあったあった。とりあえずね、このアイテム拾わせていただこうかな。まあ、誰かしらは、おっと？誰かが発見されて、これワンパンだったのかな？もしかして。あー、ワンパンだ。てか、近くね？もう一人の人はね、片方捕まえじゃない、助け行って、今倒されてる人こっち来てくんないかな。あー、真上だ。よし、離れてくれた。じゃあ、こっちもね、助け行きましょう。あれ、どこだっけ？あ、2階か。こっからじゃすぐ行けないよな。ああ、上の人行ってくれてんか、それに任せちゃおうかな。で、一方で自分は、修理作業に入ってた方がいいっすね。え？ちょっと待って、ボロボロじゃね？要は今のは、あれだよね。きっとクローゼットの中で捕まったんですよね。いやー、ちょっと待って、ここ2階に上がるとこどこ？あれ？階段どこ？え、ちょっと待って、来てるじゃん。嘘でしょ？ごめん、味方。多分今俺を気遣ってくれてましたよね。あれで、あれ？あ、いた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 。いた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 。とりあえずこれを助けないことには。で、なんだろう。あー、これ、ちょっと、助けた人がまずいかな、むしろ。いやー、嘘でしょ、嘘でしょ、来たよ。いやー、これ、ルートがさ、わかんないんだよね。いやー、くそ。いやー、もう、マイケル、やだーっていうか、俺が悪かったねー、今の。とりあえず、鉄腕はついてませんね。でも、このマイケルさんももしかして、ルートわかってないかな？いや、え？ちょっと待って。ここ、道がない。ちょっと待って。嘘でしょ、ここ。こんなとこあったっけ？マジやらかした。い
いやー、嘘でしょ。やらかした。いや、多分ね、今キラーのマイケルさんもね、えっていう顔をしてたでしょうね、マスクの中でね。いやー、俺がえって言いたいよ。自分で何やっとんねん。あー、で切られてんな。ちょっとそっちの遠いお二人、よし、片方助けに来てくれるかな。でもこの味方の人はちょっと離れてくんないと。あー、それともこれあれかな、近く、あ、でも近くにいたら信用今してるもんな。あ、してる、ビームしてる。いや、やめて。いや、マジやめて。こっち来るでしょ。そしてね、またね、またね。俺さっきと同じとこ入った？もしかして。いや、ひでえ、これ。いやー、まず。いやー、ひどいわ。で、心音が持ったりはしないんですけど、心音が狭くなるパークつけてる？それとも自分の気のせいでしょうかね。心音本当はもっとしてるのに自分がちゃんと聞いてないだけ。さあ来てくれたけど、俺はうまくこっから逃げれるでしょうか。どこで鳴ってる今度は。あー、全く違うとこで鳴ってるっぽいかな。上かな。お願いします。問題はナースコールがあるかどうかだね。あー、もうあの人終わってたのか。いや、残念すぎる。さあ、見事にすっぽりと変なとこに収まったせいで味方がね、助けるのに苦労したというね、申し訳ない。さあ、自分もでもね、さっきまで変なやられ方しちゃって、せいでね、せいでね、ほんとね。なんでこう、当たるの俺。いや、ここしまった。ここ逃げ道ないとこばっかりじゃん。うわぁ、ワンパン状態だった。申し訳ねえっす。嘘でしょ。いや、まあ、ボツ動画もいいとこだよね、これね。あー、まあ、こんなボツ動画もありますっていうことかな。本当に今回やらかしたな。何もないとこに行くわ。うん、見事にこう、目の前に出くわしに行くわ。いやー、米粒、蹴ったね。うん、仕方ない。あ、なんか一人だけやたらと強いランク1の人が混ざってますね。なんだろう。さあ、パーク1を確認してから終わりにしましょう。観察&虐待ということで、やっぱり脅威範囲とかね、減るパークですね。あ、バベチで持ってんだ。そりゃ、まっすぐ来るわけだ。自分の意思で選択肢を自分から40メートル以上離れた場所でサバイバーが服にかけられた時に仲間を救助するとき、自分の意思で選択肢が発動し、救助者は260秒間窮地の状態以上。よくわかんない。で、ノックアウトと。そうだよね。これね。ですね。わかんなかったけど、とりあえず確認できなかったんだね。はい、というわけで、皆さんご覧になってくださってありがとうございます。これ、バーベキューチリさ、絶対強すぎですよね。うん。もうちょっと弱体化してほしいな。はい、というわけで、改めて皆さん最後までご視聴ありがとうございました。今回ね、ボツ動画みたいな感じなんですけど、こういうボツもあるっていうことで、改めて載せたいと思います。前の試合と合わせて載せていきたいと思います。で、次回、またクローデットで、プレイしてデイリーリチュアル、一回脱出して、キノビル達成できるように頑張っていきたいと思います。では、皆さん次の動画もお楽しみにしてください。てかしてくださると嬉しいです。高評価とチャンネル
登録もよかったらよろしくお願いします。では、バイバイ。